皆さんこんばんは。幕外バーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい。えー、本日のテーマは映画です。映画チラシをお借りしまして、えー、ネタバレなしの映画紹介をしていっているコーナーなんですが、えー、今はですね、えー、まあダイジェスト紹介版ということで、えー、これも一部なんですけども、本日は洋画のウダンですね。洋画のウダンから、ま、何作品か。 一気にご紹介しよううかなというコーナーナです、えー、ご存知の作品、えー、ありますでしょうかもしくは、えー、ご覧になられる何かねこう参考にしていただけたらと思います。はい、ではですね本日まず1つ目というか1作目はですねこちらですね、えー「海の上のピアニスト」。 ですね、のこれは、えー、公開20周年を記念した、まあ、最上映版の際のチラシになりますね 4K デジタル修復版のイタリア完全版ということでね監督は私がねもう私の中ではやっぱり生涯そうですね洋画では最良の映画かなまあ難しいところですね、えーまあ、少なくとも5本指には入る作品ですね「ーシェアパラダイス」を作られたジュゼッペ・トルナトーレ監督ですねそして音楽はね まあね、まあ、このニューエスターもそうですけどもね「ワンスアッポ」のタイミングアメリカもそうですけど本当にもう心を震わせる音楽を多く書かれた方ですね。そして主演はティム・ロスということでこちらですね。このティム・ロスさんは本当にこうこの役の中ではね純,純真無垢というんでしょうかの演技をなさってたと思いますねそういう人間の。 えー、1900年という節目の年にですね、船の上でね、えー、もう身寄りがよくわからない赤ん坊が見つかると。で、まあみんなから愛されてその年に生まれたので、名前が1900という名前なんですよね。はい で、ずっと海の上の,その、まあ、船の上でね、えー、ダンスホールのピアニストとして活躍するんですけども即興曲とかをですねもの,のすごいこう、才能なんですよね。でそんな彼がですねある時こう、一人の女性と出会い巡り合うわけですね。で、船を降りよようううかどうしようか という話になってくるわけですがところが話はもっととんでもない方向に進んでいくんですよね。ちょっとそれはびっくりの展開ですけどもね。はい。ぜひご覧になってくださいね。えー、海の上のピアニスト。はい。えー、続きまして、これはね、2枚ありますけども、こちらも一応一緒かな。はい。うん。はい。えー、バンヘルシングですね。はい。えー、ヒュージャックマンが本当にもう、 売れに売れている頃の作品ですよね。まあ今もね、人気の俳優さんですけどもね。でそこにこうケイト・ベッキンセールさんね。はい。まああのー、この作品も、私はまあ映画好きなので、バン・ヘルシングと聞くとですね、ピーター・カッシングなんていうふうに思い浮かぶんですけどもね。要、え、は、ー、ヘルシング教授ですね。バン・ヘルシング教授。あのーえー、ドラキュラ大事の専門家みたいなね。ところがここではもっとこう、激しい、えー、戦いが繰り広げられると。 でそこには実は狼男、ウルフマンの登場したりですね。はい。えー、自分の過去にもいろいろあったりとかですね。という、まあ、作品でかなりの迫力でしたね。十字架一本で挑むような人じゃないんですよね。この、これもね。これもまたかっこいいんですけど、これを開発するのが確かこの人だったんだと思うんですね。相棒なんですよね。うん。はい。非常にかっこよかったですね。やっぱりこう、こういう、うーん。 まあ、ユニバーサルですよね。もうねやっぱこういうユニバーサルですね。あの透明人間とか狼男とか、ね、ドラキュラドラキュラはあのあれですね、えー、あ飛んでしまいましたあハマアプロですね、はい。ですけどもね。まああのそうですね古い時代のお話なんだけども決してその。 先ほども申しましたように十字架一本で戦うというようなことはせず現代のような演出もありながらっていうねそこが、ね、面白かったですねケイト・ベッキンセールがねやっぱ美しかったですねはい作品ですね、はい、そして次がですねこちらですねえー、これがね45となってるんですけど今すいませんここにはね123がないんですけどもこちらですね一番あの目にしてたのはこれだったと思いますトム・クルーズ主演ねええー そして、えっ、ー、と、まあ、スピルバーグ監督作品ですね。の宇宙戦争ですね。監督はスピルバーグで良かったですね。そうですね。はい、えー。ダコタ・ファニングさんもね、よく売れてました、この時ね。うん。まあ、この映画はもう、トム・クルーズがその一、一お父さんっていうねを、一般のお父さんを演じてっていうところでね、まあもう、世界はもう、もうダメだと。 いうようなあ感をすごくこう感じさせられる映画ではありましたね。オリジナルは1950年代のジーン・バリーさんが主演の映画だったと思います。ジーン・バリーというと、バークに任せろとか、バッ,バッドマスターソンとかね、えー、あの方がされた、はい。もうちょっと言うと、ケージ・コロンボの最初の犯人役はジーン・バリーさんだったんですけどね。まあ、それはかなりマニアックな情報ですけども。はい。ね、こういう感じで。 まあこう、チラシも毎回毎回こう、どんどんね、ニュースということで出てですね、いかにこう、話題作だったっていうことで、ね、わかる感じかなと思います。まあ、本当に絶望感漂う映画だったのは間違いないですね。うん。見た目はあの、ミッションインポッシブルの、ね、イーサンハントっぽいですけども、これはまたちょっと違う。ね。はい。うん。ということですね。 はい。続きまして、こちらですね。これも大好きな作品です。ウォルター少年と夏の休日ですね。はい。えー、こちらですけども、信じること、それが愛の始まり。ね。えー、ね。ちょっと大人になったハ,ハーレージョエル・オスメントくんがですね、えー、主演した作品と、まあ。シックステンスね。で、この少年がですね、ある時、えー、お母さんにちょっと言われてですね、えー、あの田舎のおじいちゃんのところにちょっと暮らしておきなさいよとなるわけですね。 で、行った先にいたのがこの二人のおじいちゃん。偏屈門なわけですね。うん。偏屈門でどうしたもんかと困るんですけども、まあ、ある時一枚のお女性の写真を発見するんですね。そこから話が、こう、どんどんどんと展開していくという感じなんですね。ここがね、出会いのシーンなんですけどね。もう、なんか、勝ち尽くしてるでしょ。これがね、ちょっとピント合わせてみましょうか。ね。送られてきて、カバンを一つ、そして、なんだおい、みたいな感じでね、なると。 でまあ、この作品は当然このオスメンド君もですけどやっぱりこのお二人ですよもう名優私の大好きなマイケル・ケインさんね最近は、えーっとあの「バットマン」シリーズとかね、はい、クリストファー・ノーラン監督の作品によく出ていますけども1960年代にはね当時のセックスシンボルなんていうふうに言われるようなそれぐらいセクシーな、えー、俳優さんだとまあ、えー、アルフィーとか、えー、それから うんそうですね。国際情報局とかね。ハリーパーマーシリーズとかね。本当にもう、出ずっぱりの俳優さんですね。そして一方、ロバート・デュバルさん。この方は、えー、やっぱり忘れられないのは、ゴッドファーザーシリーズですね。うん非常にこう重,重要というかね、えー、キーになる役をされてましたね。その後も、例えば、えー、っとディープインパクトでもね、非常にこういい演技をされてましたし、うん本当に演技派お二人を、 相手に頑張って演技されたと思いますよ。こういうね。なんかねこう、心温まる話なんですよ。はい。ぜひこれね、ご覧になってください。そして最後ですね。これまたちょっと昔になりますね。ウォーゲームですね。ウォーゲーム。もう3枚ありますね。はい。えー、ウォーゲーム。現実か、ゲームかということでですね。まあ簡単に言うと、高校生、 コンピューターが好きな高校生がですね、あるいはコンピューターで、えー、ゲームをいじくっているとですね、えー、面白いゲーム発見したなと。それが全世界、えー、全面核戦争ゲームみたいな感じのタイトルで、これは面白いなってことでやっていくと、一方でですね、えー、その軍の施設の中で核の危機が迫っていくというような情報が。つまり、じ一少年がやってるコンピューターと、えー、軍部のコンピューターが繋がってしまって、えー、そこで、えー、まあ、ゲ、 架空のことがまことしやかな現実とこの言ようになっていってしまうっていうのはどうした、どうしたらいいんだっていうのはそういう世界的な危機になってしまうようなお話ですね。はい。最初はね、なんかこう楽しい感じで始まったはずで確かね。ところがもう後々は緊迫感ありましたね。で、えーっと、確かこれで、このマッシュー・ブロディックさん、この顔はお分かりでしょうかね。この方ですね。はい。ね。 えー、特撮好きな方はお分かりかと思いますが、あの、えっ、ー、と、まあ、トカゲトカゲと言われますが、えー、あのゴジラですね、海外版ゴジラ、96年 ?7 年 ?8 年なんかそのぐらいですね、えー、の時のローランド・エメッヒ監督のゴジラの主演をされた方ですね。はい、他にはファミリービジネスとかね、はい、非常にあの人気俳優さんになられた方ですね。 はい。という作品になります。えー、これもね、よくテレビの洋画劇場とかでも見ましたけどもね、えー、ご覧になっていただけたらと思います。はい。というわけで本日はですね、えー、こちらの作品をご紹介いたしました。えー、お好きな作品ございましたでしょうかよろしければぜひご鑑賞ください。はい、えー。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、 お知り合いの方にお伝え、いただけましたら幸いです、えー、またコメントいつもありがとうございます。えー、いつもご視聴してくださっている方、はい、初めましての方、えー、ぜひコメントまたいただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。